最新情報をながらでキャッチアップ、ラジオ韓国放送毎日 AWS。 おはようございます。サーバーワークスの小林です。4月15日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバーにて投稿お願いします。今週の小話のテーマは、AWS を使っていて最近つまずいたことです。私が最近つまずいたことは、暗号化された RDS の他のアカウントへのコピーです。デフォルトキーで暗号化された RDS を他のアカウントへコピーしたいという要望があり、RDS 自体が他のアカウントへコピーできるというところまでは検証できていたのですが、オプショングループやパラメータグループのコピーなどの考慮ができていなかったということがありました。現在、オプショングループ、パラメータグループのコピーは RDS のデフォルトの機能としてはないので、 CLI などを使う必要があり、それを調べることであったり代替案を検討することにとても時間がかかってしまい、想定より時間がかかってしまったということがありました。なので、まず設計する段階で考慮漏れをなくすことっていうことは日頃から意識したいなと思っております。では早速最新一時のアップデートを見ていきましょう。今回は4月14日、4件のアップデートがありました。まずは1つ目、 AWS Identity and Access Management IAM で IAM ロールのアクティビティをソース ID として取得できるように。 IAM ロールを引き受けている間にアクションを実行したユーザーを識別できるようになりましたというアップデートになります。特定の AWS アカウントにログイン後、他の AWS アカウントにログインするためには IAM ロールを使用することで、現在 IAM ユーザーとしてログインしている AWS アカウント以外のアカウントにもログインして権限を持つ操作を実行できるようになります。この時 IAM ロールでログインされたアカウントのクラウドトレイルに IAM ロール名と IAM ユーザー名と操作内容が証跡として記録されますが、 IAM ユーザーで最初にログインした AWS アカウントのクラウドトレイルには IAM ロールでログインして操作した証跡が取得されませんでした。今回のアップデートで IAM ロールをどのユーザーが使用し、どのようなリソースに対して操作を実行したかという情報をソース ID として保存、クラウドトレイルに提供されるようになりました。そのため IAM ロールを使用する前のアカウントのクラウドトレイルでも IAM ロール先でどのような操作を行ったか証跡を確認できるようになりました。例えば複数アカウントを管理していて、ログイン用のアカウントに IAM ユーザーでログイン、その他のアカウントには IAM ロールでスイッチロールするというアカウント管理されている場合、ログイン用アカウントにクラウドトレイルを設定しておけば、わざわざ他のアカウントのクラウドトレイルに見に行かなくても、ログインアカウント用のクラウドトレイルにスイッチロール先でユーザーがどのような操作をしているか確認することができるようになりました。これはすごく便利ですね。複数アカウントを管理しているユーザーにとっては必見のアップデートになりますので、ぜひご利用してみてください。次、2つ目、 AWS クラウドフォーメーションモジュールで YAML と区切り文字をサポート。 AWS クラウドフォーメーションの機能であるモジュールで YAML と区切り文字が利用できるようになりましたというアップデートです。モジュールとはクラウドフォーメーションテンプレート内の設定内容の一つで、何度も作成するリソースの構成をパッケージ化することで、そのモジュールを参照して構築することができるようになる機能になります。この機能により何度も共通した設定のリソースを構築することが可能になります。またモジュールはクラウドフォーメーションのレジストリに登録され、そのモジュールによりどのようなリソースが構築可能かも確認することができます。このモジュールは昨年2020年11月に登場した機能で、これまでは JSON のみの対応ですが、今回 YAML にも対応しました。また同時に区切り文字も利用できるようになっています。モジュールがさらに利用しやすくなるアップデートになりますので、まだ利用されたことない方はこの機会にぜひ検証してみてはいかがでしょうか。次、3つ目、 AWS バッジで EC2 のスケーリングのパフォーマンスとジョブ実行速度の向上。
バッチ処理サービスである AWS バッチのパフォーマンス向上についてのアップデートになります。具体的な内容としては2つになります。まず1つ目がスケーリング速度についてです。 EC2 のコンピュート環境のスケーリングが最大5倍高速になりました。これによりジョブ実行完了時のスケールダウンなどが従来より早く実行されるようになりました。続いて2つ目はジョブ実行速度に関するものです。 AWS バッジのジョブ queueから EC2 へのジョブのディスパッチ速度が最大2倍高速になりました。これにより多くのジョブが AWS バッジで早く実行できるようになってます。このアップデートは AWS バッジご利用のお客様に自動適用になりますので、現在ご利用の方はパフォーマンスの変化をぜひご確認いただければと思います。最後4つ目、 Amazon クラウドウォッチに Amazon インタラクティブビデオサービスのメトリクスが追加。 Amazon クラウドウォッチに Amazon インタラクティブビデオサービスのメトリクスが新たに2つ追加されましたというアップデートになります。 Amazon インタラクティブビデオサービス、通称 IVS はマネージドなライブストリーミングサービスになります。 OBS などのストリーミングソフトを使用してライブストリームを IVS に送信すると、世界中の視聴者に低レンテンシーなライブビデオを配信することができるサービスになります。今回その IVS のメトリクスとしてライブストリーミングしているチャンネル数とチャンネル数の同時ビュー数をクラウドウォッチで確認できるようになりました。なお IVS は世界中にライブビデオを配信できますが、IVS を構築できるリージョンは現在バージニア北部、オレゴン、アイルランドの3つのみになっております。 IVS を利用する際、これらのメトリクスを監視して現状のストリーミングに対してどの程度接続されているかなどを確認できるので、 IVS ご利用されている方はこのメトリクスぜひ確認してみてほしいなと思います。以上4件、4月14日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバにて投稿お願いします。また次回、毎日 AWS をお楽しみに。ではでは。